します。はい、よろしくお願いいたします。The Best Practice of Making WordPress Site Multilingual ということで、実はですね、僕、日本語字幕を、この小さい青枠の中に入れているんですけれども、おそらく後ろの方は読みづらいかなと思うので、もしも可能であれば、今このビットリもしくは、WC 東京のツイッターのハッシュタグで、投稿してます。URL もすでに。ですので、それを追ってスライドシェアに行っていただくと、この原文が見れますし、実はこのスライド、ワードキャンプ関西では完全日本語版のスライドとして作っておりますので、もしも全部日本語を見たいっていう方は僕のスライドシェアのアカウントの過去のやつを見ていただく と、ちょっと古いんですけれどもこれのバージョンを見ることができますのでよろしくお願いします。では、まだアドレス表示しておいてほしい人、はい、写真とかを撮っていただいてスマホとかでそれで URL をゲットしていただくといいかなと思いますので、あとツイッターのハッシュタグで、WC 東京のワードキャンプ東京のハッシュタグで、流しておりますので、それを、参考に追って見てみてください。はい、それでは今日 のアジェンダです。まず自己紹介からと、あとマルチリンガルサイトのターゲッティングと構造について、そしてコンテンツの翻訳に対してするべきこと、するべきではないこと、そして自分のワードプレスサイトについてどの方法が一番良いかということを紹介していきたいと思います。まず自己紹介をさせていただきます。上野克幸と言います。コンクリートバイブジャパン株式会社というですね、なんか違うんじゃないかなって思う人もいるかもしれないんですけど、その会社で名古屋でメインで、活動させてもらっております。コンクリート 5CMS というですね、日本語の CMS があるんですけれども、その日本語版を、立ち上げて日本ユーザーグループを立ち上げたりしてます。で、マイナビさんから本とか出ているんですけれども、まあそれは置いといて、ワードプレスの自分の関わり合いっていうのを紹介いたします。ワードベンチ名古屋というですね、名古屋のワードプレスのイベント、勉強会を、時々運営を手伝ったり、セミナーをしたり運営に携わってたりします。で、名古屋ではですね、ワードキャンプではなくてワードフェスというイベントを毎年開催しているんですけれども、去年と今年は副実行委員長もさせていただいて、動画の配信とかもさせてもらっております。なのでセッションのほぼ全てが YouTube から動画で見れます。そしてワードプレスのプラグインも作っています。ユースとツイキャスの、生放送だった時に生放送用の画像をウィジェットやショートコードを使って本文に入れることができるっていうアドオンを、開発させていただいております。そしてですね、ここが重要なんですけどもですね、とある出会いがワードベンチでありまして、はい、嫁と出会いました。なので、仕事ではコンクリート5ジャパンなんですけれども、ワードプレスは家族です感じです。はい、皆さんも勉強会どんどん参加してくださいね。で、次に多言語に対してのプロフィールなんですけれども、僕もともとロスに9年ぐらい住んでました。で、実はインディーズ映画を作ってたっていうバカなことをしてたんですけれども、そこから雑誌の編集に携わるようになって、編集に入ってウェブサイトに運営するようになって、そして CMS をやらないといけなくなったっていう感じです。一応 TOEIC は990点持ってます。で、あとですね、ユースト放送とかもしてまして、日本を紹介する、ソーシャルメディアようこそニュースっていうのをちょこっと運営しててですね、
マーチ、あの東日本大震災の時は災害放送したら3ヶ月で100万 PV 達成したっていう、そのおかげで ABC とかアルジャジーラとかに生出演したっていう経緯もあります。そして、名古屋の、多言語に、詳しい制作会社 SK ワード、東京にもオフィスあるんですけれども、そこで数年間ディレクターとして多言語サイトの作成をさせていただいております。いろいろなサイト、これがもともといた、アメリカの会社のサイトで、ゲストハウス、伊勢にある、ゲストハウスのサイトで、これようこそニュースっていうのメディアサイトなんですけどとかですね、あと、e コマース系の多言語サイトもやったりとかしたことがあります。他にもですね、見せられないんですけれども、ワードプレスと WPML であったりとか MT でコンクリート 5CMS を使って、企業系、政府系、観光系のサイトを英語、中国語、韓国語、インドネシア語、その他もろもろの言語のサイトの構築の経験がございます。で、今日はですね、私の経験の中でいろんな間違いを過去に起こしてきたので、その今までの間違いっていうのをシェアさせてもらって、その間違いを皆さんも起こさないようにということですね、お話したいと思います。でですね、こういうことやってると皆さんにいろいろ聞かれるんですね。どんなワードプレスのプラグインを使ったらいいですかって聞かれます。いえいえ、そんなすぐに答えられません。マルチリンガルサイト、多言語サイトっていうのはもうさまざまな構造があります。その自分のどういうものを発信したいのか、いろんなコーポレートサイト、 EC ポータル、キャンペーンサイト、サービス、教育、ブランディングのサイト、いろんなサイトがあります。普通にですね、普通のサイトをデザインしている時とか構築設計をしていると同じようにですね、プラグインを選ぶ前に決めないといけないことたくさんあるんですね。なので、今日はですね、そういった学ばないといけないこと、多言語サイトを作る上で学ばないといけないことを学んでいっていただければなと思います。まず、多言語サイトを作る上でのステップというのを紹介します。普通のサイトとほぼ変わらないんですよね。サイトを、企画して、デザインとかをすると、そしてどのワードプレスの方法で、構築をしていくかということを決めてきます。4つの方法を僕、まとめさせてもらってます、勝手に。そして原稿や写真、そして翻訳などを行います。で、その同時並行なんかでワードプレスインストールしたり、そしてここでやっとプラグイン、使うプラグインを決めたりとかします。で、テーマを買ったり、インストールしたり、そして自分で作ったりで、コンテンツ入力とかね、いろいろあります。で、今日は赤い囲んであるサイトの企画やデザインで、どのワードプレスの方法か、っていうのを紹介したいと思います。まずステップ1の、多言語サイトの制作の設計の基本、多言語サイトを作る上で一番ですね、いい方法っていうのはやっぱり各言語、各地域のサイトに独自のチームを作って制作するっていうのがやっぱり一番いいです。ただしそれは高をつきますね。高くつくし時間もかかるし労力もかかります。なので、我々は多言語サイトを作ります。一つのサイトを多言語化することによってデザインや原稿を再利用して、お金も節約できるし、そしてブランドイメージも統一させることができます。で、だけどですね、ワードプレスの多言語化するにあたってよく間違われることは、プラグインストールしたらいいんじゃね。もちろんそれだけではありません。ワードプレスを多言語化するには、4つの方法があるかなと思います。
自分の、おすすめの順番に紹介するとですね、プラグインを使うっていうのは実は3番目です。で、1番目は1個1個のワードプレスを1つの言語ごとにインストールすること、そして2つ目はマルチサイトと呼ばれる方法を使うこと、そして4番目がシンプルなワードプレスのサイトをもうプラグインもカスタマイズもしなくてですね、やるっていう方法です。で、特に最初の2つがおすすめです。まずですね、マルチインストール、複数のワードプレスサイトをインストールする。これは何かっていうと、いろんな地域にいろんなサーバーに自分その言語の、ワードプレスをインストールすることです。で、これの典型的な、例というのが中国です。中国はグレートファイアウォールというファイアウォールがあるので、それを超えるとすっごくスピードが遅くなっちゃいます。なので、で他の国もですね、距離が遠いとサーバーのレスポンスが少なくな、遅くなってしまうので、できれば、その国のサイトはその国のサーバーを使う方がいいのではないかと思います。ということで、新しい言語があったら新しいワードプレスのサイトをその言語とかその土地のサーバーにインストールするっていうのがこの方法です。長所短所なんですけれども、アクセスのスピードが向上が図れるであったりとか、カスタマイズ、その国の特徴によって、カスタマイズは一応できたりとかですね、プラグインも国ごとに変えたり、することもできます。ただしやっぱり短所としては、セットアップに時間かかる、でお金も時間かかるっていうのがあります。なので、次の2番目の方法、マルチサイトを使うっていう方法がいいかもしれません。ワードプレスにはですね、マルチサイトという機能があるんですけれども、それを使って、作るっていう方法です。こんな感じで1台のサーバーに複数の言語を、提供します。で、あとですね、サイトが大きくなったら CDN とか、バランサーとかそういうのを使って、横を展開していくっていうのもいいかもしれません。そもそもマルチサイトっていうのは何かっていうと、ワードプレスって一つのワードプレスのインストールの中に複数のワードプレスサイトをですね、インストールできるという機能がついています。手前ミスなんですけれども、僕のブログ勝上の.com、実は5つぐらいのマルチサイトになって運営しています。あとですね、ドメインマッピングっていうプラグインを入れるとですね、複数ドメインをサポートすることができるので、ができます。あとこれに対しても多言語化をサポートするプラグインがあります。後で紹介します。で、マルチ、ドメインのですね、長所短所なんですけれども、一つのインストールだけで複数の、マルチワードプレスサイトを作ることができて、あとデザインに対してもすごく柔軟性があるなと思います。例えば親のテーマを作って、各言語ごとに個テーマを作って運用したりとかですね、あと、サイトによって編集できるユーザーを別々にアサインしたりすることができるので、この言語はこのユーザーしか編集できないといった簡単な権限の設定とかもできたりします。ただし、最初の方法、独自の、複数インストールに比べては、メンテナンスのコストはあまりかからないですけども、やっぱり複数のワードプレスサイトなのでメンテナンスがかかるし、あと、アクセスのスピードも日本の、サーバーが1箇所になっているので、分散、CDN を置いたりとか分散するとか、そういうことをしなければ、アクセススピードの向上は図れないということになります。で、3番目は、プラグインを使うということです。で、長所としてはですね、既存のサイトを多言語化するのに、いろいろ有効に使える。もうすでにワードプレスでサイト作ってて、それを多言語化するっていうことになった時に、使えます。で、すごいシンプルな多言語プラグインもあれば、複雑な多言語プラグインもあって、あとコーダーさんにフレンドリーなものから、もう GUI グラフィックもう管理画面で全て設定できるようなものまであります。ただ
短所としては各プラグインに対してのあのコンパティビリ互換性ですね、このテーマとこのプラグイン互換性が問題があるようであったりとかで、やっぱりそのプラグイン独特のやり方っていうのがあるので、その独特のやり方をやっぱ覚えなければいけないっていうこともあります。まあこれは後で、詳しく紹介します。で一番最後がですね、もう本当にシンプルな一つのワードプレスのインストールを使うということです。もう本当にですね、何もプラグインも使わずにですね、固定ページであったりとかカテゴリーを使って違う言語のものを使うという方法です。まあだからその、まあ、本当に固定ページのその構造の、特定をそのこう言語のトップとかですね、あのするとかで、そのメニューを使ってその違う言語の方に遷移させるっていう風にするという方法です。これはもう本当に一つのインストールだけで、可能です。これ特にまず最初は1ページだけ多言語化サイトを作ってみたいっていう人に向けていいと思います。まあこれの長所はですね、まあ早い、そして、何もプラグインとかいろんなマルチサイトとかしないのでメンテナンスも楽にできると。ただし、まあ、マルチリンガルのメニューにしたいとかロゴの問題とかそういうあの柔軟性、デザインの柔軟性は欠けます。あともちろん、まあ、マルチサイトとかと一緒なんですけども、アクセススピード、まあ、一つのワードプレスのサイトなので、まあ、でもこれも、まあ、サーバーを分散化させるとかになってくると、まあ、別できることはできるんですけれども、じゃあですね、まあこの4つの方法を紹介したんですけれども、どの方法がご自分のサイトにとって一番いいかっていうのはやっぱりサイト設計なんですね。でそこでですね、まあ勝手に、僕は多言語コンテンツの三原則というものを編み出したわけじゃないんですけども、やってそれを見極めてます。多言語三原則というのはですね、ご自分のサイト、今の日本語サイトのサイトが、どこを変えなければいけないかっていうのを、原稿の作成を、最小限に抑えるため の, あのコンテンツパターンの法則っていうのがあります。ちょっと、まあ、分かりづらいかもしれないので簡単に、まず聞いてもらいたいと思います。まずその3原則の1つ目、普遍コンテンツと呼ばれるものです。これは、どんなに地域や、言語が変わったとしても、原稿を変えなくてもいいコンテンツです。次はローカライズコンテンツと呼ばれるもの。これは、その地域や言語によってちょっとだけ日本語原稿の一部を変えなければいけないコンテンツです。そして3つ目がオリジナルコンテンツです。その国や、言語に翻訳するときにゼロから作らなければいけないコンテンツです。まあこれをですね例に例えてもらいます。あのとある製品の売ってるサイトをですね多言語化しようとします。ユニバーサルコンテンツ、例えば製品のスペックですよね、製品のサイズであったりとか品質で操作方法のマニュアルであったりとかですね、そういうのはですねもう日本語原稿のものをそのまま翻訳に出したらいいわけです。ローカライズコンテンツ、例えば価格です、商品の価格です。まあ1000円のものを1000円とだけ翻訳しちゃダメですよね。やはりその現地の国アメリカドルに為替で買えないといけないですし、そして税金や輸送コストも考えて価格設定をしなければいけません。なので、日本語原稿そのままはここは使えません。そして、オリジナルコンテンツ、例えば販売店の情報ですね、お店の情報、日本のアメリカの人向けに日本のお店の情報を出しても、まあ、来てもらう、日本に来て買ってくれよって言ったら、まあ、それ別なんですけれども、でもやっぱりアメリカとか中国とかだったら、まあ、現地の販売店に行きたいですよね。そうするとそこら辺の情報はやっぱりオリジナルコンテンツとして作らなければいけません。ということでこの3つの言語の割合
で、日本語原稿をどこまで使そのままの状態で使えるのか使えないのかによって、この、ワードプレスの構成、自分のワードプレスのサイトの構成も変わっていきます。で、まあ、この3言語は なんでこうやって僕が、作ったかっていうとですね、まあ3原則なので3大誤解、多言語サイト制作における3大誤解っていうのがありまして、僕は勝手に作ってるんですけれども、まず1つ目がとりあえず英語と、もうで 2番目がとりあえず日本語のサイトマップでそのままで丸コピでと、3つ目がとりあえずプラグイン使ってやりましょうっていうのが、こういう3つ の誤解っていうのがあるんですね。まず最初はあやふやなターゲット、もうちょっと詳しくやってもらう必要があります。そして、やっぱりサイトマップのコンテンツはそのまま日本語サイトと同じように作れません。そして、まあ、プラグインだけが、ソリューションではないということです。まず最初、もっとですね、とりあえず英語でっていう、のではなくて、もうちょっと詳細なターゲッティングを決めてください。一番最初に決めてもらいたいのは言語に加えて地域を決めてもらう必要があります。例えば英語だったらですね、アメリカ英語なのかイギリス英語なのかアジア諸国に対する英語なのか、まあ、アメリカでは How do you do とかの Nice to meet you なんですけど使ったりしませんしね、言い方の問題もあります。まあ、中国は特に、反対字、簡体字という、全く違う文字がありますし、反対字の中、台湾と香港、反対字っていうのを使ってるんですけれども、台湾と香港でも丁寧語の言い回しが違ったりします。そして極めつけはこれです。スペイン語です。スペイン語だとですね、まあ、スペイン、メキシコ、コロンビア、アルゼンチンとかね、そういう国があるんですけれども、ここでですね、重要な国を皆さん忘れております。はい、アメリカです。アメリカはですね、世界で2番目にスペイン語が喋られている国です。なので、しかもその国によってですね、喋っている、方言とか全く違ったりします。まあ、あとその方言に加えて、やっぱり電話番号の表記とかね、こういういろんな電話番号の表記の方法があったりします。というか、ちょっとこれをやってるともう時間がないのでちょっとスピードアップさせるんですけれども、まあ、とにかくですね、できるだけ細かいターゲットを決めていく方がいいということです。で、まあ、で2つ目の間違いっていうのが、まあ、オリジナルのサイトマップだけで同じサイトで英語、中国語を作りたいっていうのがあると思うんですけれども、まあ、ちょっと違うんですよね。まあ、翻訳には3つのタイプがありまして、まあ、翻訳とローカライゼーション、もしくはリライト、そしてもうトランスクリエーション、もうコピーライティングっていう3つの方法があります。まあ、トランスレーションはもう本当に普通に翻訳ですね。もともとの日本語の原稿をそのまま、他の言葉に変える。しかしローカライゼーション、もう原稿の表現をそのまま他の言語にするとですね、なんか不自然になっちゃう。でもそれを自然なものにするためにって行うのがローカライゼーション。そしてトランスクリエーション、まあ、コピーライティングとかも言うんですけども、これはもうトランスレーションの翻訳じゃないですよね。で、まあ、もちろん値段も安いものから、まあ、ちょっとすごい端折ってるんですけれども、安いものから高いものあります。というか、まあ、翻訳というかもう最後のね、コピーライティングはもう全然翻訳じゃないですよね。まあ、とにかくですね、自分に合った翻訳、原稿の準備をしてください。それで、おのずとサイトマップが変わってきます。で、
一番大切なのがですね、おすすめのが用語集を作ること、用語集っていうのは何かっていうと、この特に日本語であったり固有名詞をどうやって日本、その言葉に変えるのか、例えば、清水寺は清水テンプルにするのか清水寺にするのか、で中国語の場合はですね、漢字の読みで、一緒にするのか、あと音読みで漢字を作るのかっていう、方法とかもあります。これ何が重要かっていうと、自分の会社名や商品やサービスの名前ってやっぱ最終的に自分で決めてもらわないといけないんですよね。なぜかっていうと、そうしない と、複数の翻訳者が訳したときにバラバラな言語として単語として来てしまったら SEO 的にもやばいですよね。ということで、これらの用語の翻訳の翻訳、固有名詞の翻訳とその、スタイルみたいなもの、それをスタイルガイドとして使う、作る必要があると思います。で、後でリンクもう、ソーシャル流してるんですけど、いろんな日本語、英語もそうなんですけど、リソースがあります。日本語だと特に、去年か一昨年に観光庁が出した観光立国実現に向けた多言語対策のガイドライン、長いガイドラインがあるので、これ結構使いますので、参考にしてみてください。そして、3番目、本当にプラグイン使う必要があるの？まあ、プラグインっていうのはですね、まあ、まず、サイトの設計、サイトマップ、原稿、そしてどうやってサイトを更新していくかっていうプランがあってから自分に合ったプラグインを選ぶということになります。あとですね、本当に多言語のプラグインにある機能って必要ですか？誰に対してその多言語の機能が必要ですかっていうのを考えてください。例えば自動言語取得の方法であったりとか、言語切り替え、あと多言語で管理画面を、マネージするっていう機能、もしかしたら必要ないかもですね。ということで、プラグインをよく知ってですね、自分のサイトを、設計に役立ててくださいということで、多言語の紹介です。多言語プラグインの紹介です、多言語プラグインはですね、主に3つのタイプがあってあります、まずマルチサイトで使う、プラグイン、そして、1つの、記事ベースで、多言語化するプラグイン、そして1つの記事の中に多言語の情報を入れるプラグイン、あとおまけで最後に今日リリースされたというので載せて、スライド載せてみたんですけども、翻訳をアシストするプラグインっていうのがあります。で、僕がおすすめするプラグインの、一つがですね、これマルチサイト用のプラグインなんですけど、マルチリンガルプレスというプラグインです。これはですね、マルチサイトのワードプレスや違うワードプレスのインストールとかにも使えるアドオンでですね、実はこの9月に有料バージョンがただのバージョンになったっていう、すごく使える、アドオンで、これはですね、ちょっとこれスライドちょっと古かったんですけど、有料バージョンであったですね、いろんな、サイトを一発でコピーする機能であったりとか、そういうのが一つになりました。で、WPML って有名なアドオンのコンバージョンツールとかもあったりとかしてですね、使えます。で、ちょっとこれ、すいません、古かったんですけども、はい、ちょっと変えます、後で。短所があんまりないプラグインです。そしてもう一つ、記事ごとに、言語の属性を、作って作るっていうのが、今日も、ワードキャンプにいらっしゃる、三好さんが作られたコンタクトフォーム7で作られて有名な、三好さんが作られたボゴというアドオンです、これはできるだけワードプレスの多言語の機能を、使って、多言語サイトをする、でマルチサイトではなくて一つのサイトでやるっていうサイトです。でこのサイトは
まあ管理者が1人で多言語の情報を入れるとかですね、そういう人に対していいと思います。であと簡単に飛ばしていくんですけれども、マルチサイト、アドオンでおすすめなのがマルチサイトランゲージスイッチャーっていうやつで、これは、マルチリンガルプレスよりも、いいシンプルなやつです。であと WPML、 今回のスポンサーのスポンサーでもある WPML なんですけれども、これはですね、すごく UI が、翻訳に関する UI がすごく備わったアドオンなんですけれども、ちょっとテーマのサポートとかが必要で、プラグインとかの、互換性も気にしないといけないです。であとポリラングっていうプラグイン、はい、ちょっと、時間を押しているので、あとは詳しく紹介するんですけれども、そして Q トランスレート X、これあんまり僕は個人的にもうお勧めしませんっていうことです。で、あと最後にちょっとだけ紹介したかったのが、三好さんがリリースされたヤラクゼンっていうですね、これ翻訳アシストサービスっていうやつなんですけれども、まあなんか今日バージョン 1.0 がリリースされたらしいですっていうことで、なんか使えそうなアドオンなんで、スポンサーブースにと見えるらしいです。で、まあこんな表も、どれが簡単でどれが分かりやすいか、後でスライドシェアしますので、詳しくは見といてください。ここに、あといろんなね、多言語の、リソースとか、リンクも入れてありますので、後で見てください。ということで、ありがとうございました。